カセット出してきたんですけど、ですね。まずどっから喋れるんだろう。5000人になったんですね、YouTube チャンネル登録者数が。で、5000人おめでとうっていろんな人が祝ってくれるんですけれども、そうなんや、5000人になったんやと思ったら減って、5000人切ってた時ぐらいに、切ったりもするんで、もちろん下がることもあるんで、その時ぐらいに、レジェンドともよさんがおめでとうって言ってくれたのに対して、ドラクエビルダーズクリアした時もクリアおめでとうっていうコースを作ってくれたから、コースっていうか島を、だから別にそっちで言わなくていいですよって言ったら、それって作れっていう意味ですよねって、日本語どんだけ難しいん、本当にそのダチョウ倶楽部のせいやと思って、全部かまあ日本がいいところなんかもしれないけど、作れってことですよねって来たから、まあそういうことになりますって、こっちも言ったら、そういうことになりますって言ったらそういうことじゃないかもしれないからと思ったら、とりあえず簡単ですが作りましたって言って、このサムネイルの上のところ、あれ6じゃない、あれでね、これで終わりにしようって言おうとしたんです。だってそうじゃないともう日本語がわからんでさ、作らんでいいよ、終わりにしようっつっても終わらないってことですねってなるし、あとリッツさん、急にリッツさん出しますけど、リッツさん最初このゲームやろうって言ってくれて、確か1本目に、それ誰も何も言わんけど知ってるんかな、リッツさんとか、1回もやれてないんですよ。で、最近プレステでこうフレンド登録になった時にプレステでやってたんですよね、これ。結局できんかったやんと思ったです。これ何の話、今の関係あった、リッツさんの話なんかあったはずやけど、ないわ関係、ごめん。あとはもう本当に終わりにしよう、これで。6って書いてあったら終われんくなるで、7になるんが6の時にどうすんの、本当に。あれ何これ、ネクストって書いてあるのか。ってことはネクストって書いちゃうとエンドがないから、6000人行った時に7000人ネクストになっちゃうんですよ。しかも1万じゃないんや、昭恵夫人とか1万って言ってくれたんですけど、1万じゃないんやね。しかもこれ簡単に作ったって言って前と全然違うやつになってるんやけど、何してくれてるのこれ。マリオのコースを作ってくださいよ、本当に。何回もこれもスルーされてるんですけど、その力があるなら、マリオの、とりあえずでもありがとうございます。あれ、俺なんでリッツさん出したの？リッツさんを何かに結びつけようとしてんけどな。結局できんかったまま、熱盛りであった。熱盛りであった。何やったかな？忘れた。まあいいや。あ、とにかくさ、今度5000人行ったことに関しましては、皆さんの、おかげですし、皆さんに感謝しますし、あとは家族にも感謝をしたいなと思います。あかん、そんな程度の労働時間じゃなかったな、労働時間やった。ちょっと俺久しぶりなんですよね、このね。あ、なんかなんでこんな処理落ちしてるやろ。今はさ、ずーっとさFF をやってて、同じスクエニとは思えない、こっちの画面をチラチラといろんな機械、コメントとかで見るときがあったときに、こんな可愛かったよなって思い出したりとかしてるんですよ、FF と比べてさ。なんやこれ、5000人やと、5000人になるとこんなもんまでくれるんや。水着 A? 何これ水着、あ、A じゃない、1って。何、色違いの水着用意してくれてるやん。どういうこと？どういうことこれ。俺これどうすればいいんだっけ？あ、全然やり方忘れてる。全部しまう。全部取り出す。ああ、そっかそっか、思い出した。で、ここら辺は一緒ですよね、前と。はかぶさを持ってますよね。で、はぐれメタルはなかった前、ロトの剣もなかったかもしれん。この2つは俺触ったことなかったかもしれない。どうやったっけ。じゃあ胴盛りも挟んでるでさ、その間に意外と胴盛りもいけてるっつう感じがしてて。亀の甲羅って何、亀の甲羅って。ちょっと楽しみますね。ドラゴンミューラ知ってるっていうのは、そのドラクエとして知ってるだけなんで。バスタオルドラクエとして知らん。今日何種類のゲームやってんの俺。ビルダーハンマーって何やったっけ。ちょっと待って、これとこれ交換しよう。
やでもいい音楽流れてるな、知ってるな、ツボをついてるな。クリスマスのやつある、これクリスマスのやつか。パーティー服これ俺と今どうもりでもらってるって、どうもりでもらってるからこっちでしかあげれんからってこっちでくれんといてくれてもいいんやけど、これだからこれもレシピに見えてまうし。え、何これ、晴れのカード、あ、晴れのカードってなんかあったね、あれ何やったっけ、え、なんでなんでなんで晴れのカードがなんか関係してる、今してないよね、なんつってんのこれ。5000人おめでとうございます。一歩進んだらコントローラーは触らないでくださいはいはい、触ったんでね、前はね。5000人、うん、ネクスト6000人って書いたのかな。行きましょう。一歩進んだらどこ、一歩ってどこ、一歩ってどこ、ここ、お、すげえすげえ、え、こんなんできる、え、めっちゃすげえ、あれまだ感動できるね俺このゲーム、すげえ、ちょっと思ったよりすごいんですけど、え、さらに高くなって高くなって高くなるとどうなるんやったっけ、おお、え、この無限大やな、やっぱりレジェンドさん、やっぱり やめんとこうか、あ、1万人って書いてある、あれ6000人って書いてあったのどこやったんやろ、どんどん上来たってことか、俺すげえ、これもう動いていいんか、もう動いていいっていう看板も置いといてもう動くよ、あそこ行きたくなってたで、ずっと処理落ちしてたし、なんでこれ処理落ちしてるのかな、あ、え、すげえ飛べってことや、うわうわー、ここにつながってるんや、へえ、あれは以前の町村です、村っていうか1万人って書いてあって、あそこあれ6000人ってどこに書いてあったんやろ、書いてあったよね確かに、俺 見間違いか俺の、こっから見ると6に見えるなってた とかか、あれのあのあっち側にある赤で、嘘やろ、そんな高度ななんつうんやろ、ピラミッド作った人みたいな仕掛けはあるの、あれ6って俺見間違えたんかもしれん、そうだとしたら俺この動画でごめん、最初全部やめんとこ、とかあとそうやってやっていくと誕生日とかもしなあかんし、エイプリルフールどっちにするんやみたいな話もあるからやめようって言ってたんやけど、やめんとこうってのもあかんわ、やっぱりでもなんか今みたいにさ、まだ感動くれるんやっていうぐらいの感じの時はやってほしいですね、こんなん。やっぱり俺やっぱりね、何回も言って申し訳ないですけど、あの自動さってマリオメーカーに通ずるところがあると思うんですよ、あの自動さを持ってる人は多分マリオメーカーすげえコース作れると思うんですよね。じゃあ最後に装備をして、なんでこんな遅いんや今日、お遅くない、なんか動き、こんなんやったっけ、この面が荒れすぎるんか、すごすぎて処理落ちてるんか、それとも俺がさっきリングフィットアドベンチャーやってたからブーンってなってるんか、スイッチが、あ、体温で熱くなってるでしょ、何何した今、すげえなんか使えてる、起きた今、待って待って、操作分からん、あれどうやって出せんだっけメニュー、あ、これか、島の天候を晴れにするんやって、へえそうなんや、そうなんや、すげえ、どうやって手に入れるんやろこれ、へえ、次ちょっとタオル、この水の流れがすごすぎてあれなんか今、かわいいなぁ、クラウドと比べると、こうなん、マリオやん、いやマリオじゃない、ノコノコやん、いいんかな、あ、亀仙人か、亀仙人が先か、ノコノコより、ノコノコが先か、え、どっちが先だろう、本当に微妙なとこやと思う、バスタオルって何やったんやろ、あ、あれバスタオルってまたチキンさんの思い出して定義をかつくやつじゃちゃうな、これあかんな、チキンさんのとこ行きたくなった、あかんな、これなんやこれ、あ、ごめんごめん、あれ
装備したけど、あ、これで、あ、ごめんなさいごめんなさい、俺これ持ってたわ、これや、これね、ZR、 ZR も忘れてるよね。あっちなんかあるんかなと思う、あれ行こっか、あれあれ行くしかない、一歩も動くなって言われてるけど、もういいんやろ、もういいんやろ、行ってもまだ R では走れるぞ俺。あ、この前通ったとこやな、これ OKOK。ありがとうございました、5000人ネクスト1万人ありがとうございます。カセット出しとくわ。